こいもんまい。どうも、ゆうです。いきなりですが、僕は入国審査で日本に帰りたくなった、いわゆる門前バラ男なのですが、ってことで今回は身の毛もよだつ恐怖の入国審査オーストラリア編を紹介しようと思います。僕がオーストラリアに降り立ったのは7月8日。これから始まるキラッキラな留学生活をイメージしながら飛行機を後にしました。飛行機降りると早速第一コンボ、滞在目的の質問です。ゲートの前で入国審査官に滞在目的は何と質問されるんですが、答え方としては普通にスタディとかウォークとか言えばよかったんですが、なぜか僕は入国審査官の What's your purpose? の言い方が国へ帰みたいに聞こえて一瞬でメンタル崩壊。スタディとドビーみたいな声でなんとか返答しましたが、そのまま乗ってきた飛行機にまた乗って日本に帰りたくなりましたね。無事に滞在目的コーナーをクリアし、僕は次のステージ荷物受け取りへ進みました。まあ結論から言うと僕のスーツケースが紛失してたんですけど、これはどこを探してもスーツケースが見つからず慌てふためいてた時に撮った謎の映像ですが、ベルトコンベヤーの周りを15周くらいしても全く見つからず、もう大パニック。その後意を決して空港スタッフの方へ一生のお願いを発動し、1時間かけてスーツケースを捜索。結局ベルトコンベヤーとはかけ離れたサポートデスクみたいなところにぶん投げられてましたね。そんなこんなでスーツケースもゲットし、最後のステージ荷物検査です。オーストラリアは世界で最も入国審査が厳しい国の一つで、入国時には入国カードという簡単に言うと持ち込み品厳重チェックカードを書かなければならず、ここで虚偽の申告をしてしまった場合法律違反で最悪逮捕される可能性もあるので、カードの記入聞いては出発前の荷造りから細心の注意を払う必要があります。皆さんご存知の通り僕は根っからのスーパーキリジなので、出国前の荷造りでは入国カードの項目と荷物の中身を照らし合わせる、いわゆるセルフ検疫を行い、万全の状態で入国審査へ臨みました。荷物検査はまず新生物ありゲート、新生物なしゲートの2つの道に分かれます。空港のスタッフさんが入国カードをチェックし、申告物がある場合はありゲート、申告物がなく問題ない場合はなしゲートに誘導されます。僕は厳密なセルフ検疫をしていたので大丈夫だろうと信じつつも、恐る恐るスタッフに入国カードを提出、そしてチェックが完了し、大丈夫ですかと聞くと、スタッフはWelcome to Australia と答え、悲願の荷物検査ステージクリア。僕は満面の笑みで Thanks mate と言い、意気揚々とロビーに向けて出発しました。これでオーストラリアに入国できると思ったその時、突如別のスタッフから、君荷物大きいね、見ていいかなと急遽荷物チェック要請。そのまま申告物アリゲートに連行され、僕は何が起きてるのか分からず大パニック。周りからはあいつどうしたみたいな目で見られ、もうメンタル崩壊。申告物アリゲートを進みながら僕の頭の中では、悪いもの入れてないから大丈夫という天使の声と、逮捕されたら留学終わりだなドンバイという悪魔のささやきがボカスカ飛び交い、心拍数爆上がりでもう失神寸前。入国できないかもしれないという現実と不安がどっと押し寄せてきて、正直立ってるのもやっとでした。そしてついに荷物チェック、スタッフが数人がかりで僕のスーツケースを台に上げ、鍵を貸せと言われ、僕は神に祈るような気持ちで鍵を渡し、そしてスタッフが僕のスーツケースをガチャッと開けた瞬間、ケースの端っこにしまってあった僕のパンツが6枚バラバラという感じに散乱し、周りはあと沈黙。数秒経ってそのスタッフは僕に向かってこう言いました。No worries. いや、No worries じゃねえよ。